にちは、シュイどうも、山ももです。無印良品週間がやってきました。ありがとう。無印会員ならほぼ全商品なんと 10% オフ。一人暮らしの私が買ってきた生活雑貨、日用品だったり、これ買ってよかったなーっていうリピ買いアイテムだったり、お宅の収納アイテムだったりをね、買ってきてますので、たくさんご紹介させてください。今回ね、大きい収納ケースを買ったから、こんなにでかい袋に入れてもらいました。すごいね、これ大きさがあったんやけど、この袋をまた無印さんに持っていくと150円返金してくれるらしい。なんというありがたシステムと思って、収納アイテム買ったりしてたから、でかい袋に入れて帰ってきました。まずリピ買い品、はい、こちら。これ何回買ってるか分からへん。蓋をしたままレンジで使えるフードコンテナ。これ過去の無印良品の購入品でもご紹介するアイテムで、サイズがね結構いろいろあるんですけど、なんだかんだ私はこれが一番使うのでこれ買ってきました。199円で3個入り、蓋をしたままレンジで使えるっていうのがありがたい。一人暮らしなんでね、量作っても、まあ、食べられへんやん。その時にこれタッパーに入れて保存してます。ちなみにこれは耐冷温度-20°で、冷凍庫の温度ってどれぐらいなんやろうと思って調べたら、-20°前後らしくって、冷凍庫でも使えるかも。まあ、これはちょっとご自宅によりけりかなと思うんですけど、そんなわけでめちゃくちゃ使いやすいタッパーです。キッチン系で言うと、これも買ってきた。キッチンペーパー2個入り75枚ロールタイプ149円。まあこれはね、また買ってきました。あとキッチン系なんか買ってきたかな。そんなもんかな。なので次行きましょう。お次はこちら、スパイラルタイプの綿棒リフィル。これケース付きのやつももちろん売ってるんやけど、私これも長く買ってるのでリフィルだけ買ってきてます。マジで使いやすいから、最近綿棒はこればっかり使ってます。お次、電池でーす。前買ってみて普通に持ちも良かったので、最近無印のね電池をよく使ってます。まずこちら単4電池ちょっと2個買ってきた。そしてこちらが単3電池です。なんか無印でね電池も売ってんねやってこの間思ったとこ。単4単3以外の電池も売ってるので、よかったら見てみてください。私は年がら年中テカルタイプですので、この紙おしろいが手放せません。2個買ってきた。これもほんまにもう何回使い切ってるかわからんっていうぐらいお気に入り。この値段でね60枚入っててるっていうのがやっぱ素晴らしい。もちろんパウダーを持っていく時だってある。これは本当に軽いしスリムやから、ポーチの場所も取らないんですよ。こんな感じで油取り紙の片面におしろいがついてるっていうやつでして、ポーチの中に絶対入ってるアイテムで、あと今回ちょっと初めて見たやつ、ネイルケアオイル。ネイルケアオイルは今までも出てたと思うんやけど、この香りがね多分新登場なんやと思う。ラベンダー&オレンジの香り。こう回してオイルが完全にひたひたになるまでというか、出てくるまで時間かかるから結構回し、はい、出てきました。紫かわいい紫かわいいや。これね、先っぽが筆タイプになってるので、こう優しく塗れる。見せ方独特でごめん、なんかこういう感じで塗ってます。しっかりネイルオイルで保湿もしてあげて冬を乗り切りましょう。香りも優しい。ラベンダー、私ラベンダーきつすぎると嫌なんやけど、これはね優しい。オレンジも入ってるからかな。ちなみにこちらのネイルケアオイル、アルコールフリーとかね、いろいろと書いてます。ここに無印って私優しいイメージあって、敏感肌やからさ、なんか合わんもんは合わへんから、ちょっとお高くてもね無印のものを買っちゃったりしますね。じゃあお次、無印のリップスクラブも買ってきました。キャンメイクのリップスクラブよく使ってんねんけど、ちょっと無印のどんな感じなんやろうと思って。ちなみにこちら無香料、パラベンフリー、アルコールフリーで書いてます。拭き取りと洗い流し不要のリップスクラブなので、めんどくさがり嫌な私にとってはありがたすぎます。サイズ感はこんな感じです。で蓋開けてくるくるって回したら出てくる。どうでしょう。あー良いね。ちょっとザラッと感があるような感じで、ちょっとこれ使うの楽しみで、この1回出したリップもちゃんと戻せる、そんなリップスクラブ。そしてまたまた買ってきました、携帯用アイラッシュカーラー。これをほんとねずっと使ってて、いろんなアイラッシュカーラー使うんやけど、結局やっぱ無印のこれに戻ってくんね。自分的に一番上がりやすくって。これってさ、ゴムだけ売ってる？これごと買ってきちゃったんやけど、このねお尻部分に替えのゴムがね一つだけついてます。本当に軽くって持ち運びやすいから、お出かけする時とかこれよく持っていきます。ここね
こうやって下ろしてこうやって上げる、そんなアイラッシュカーラーでございます。マジで持ち運びやすい。私のまつげには一番これが合う気がしてる。そして無印行ったら割といつも買ってる入浴剤、もうこれはほんと大好きなんですよ。ミルクの香り。でもなんかねパッケージが変わってて、新商品ってポップが貼られてあって、変わったんかな成分とか。薬用温感入浴剤ミルクの香り。この無印のねミルクの香りの入浴剤入れるとお湯がね乳白色になるんよ。乳白色のお風呂ってさ特別感で、あミルク風呂ミルク風呂みたいな気持ちになれるから、私このミルクが一番好きやねんけど、それをね買ってきました。一応効能も後ろに書いてあって、疲労回復とか肩のこり神経痛などなどいろいろ書いてるんですよ。効くやろうと思って使ってます。そしてこのね金木犀&ネロリの香りっていうのも買ってきました。これねなんか香り嗅ぐテスターみたいなのがあって、めっちゃいい香りあって、金木犀の匂いっていいじゃないですか、癒されようと思います。これも同じくね疲労回復とか肩のこりとかいろんな効能が書いてあります。後ろに他にもねいろんな種類があったので、よかったらいろいろ見てみてください。で金木犀の香り関連で言うと、ルームフレグランスみたいなのも売ってて、スプレータイプのめっちゃいい香りあって、めっちゃいい香りで、でも結構大きかって、このねランドリンのファブリックミストを、まあ、買ったばっかりやったからいい匂いやったけど諦めた。でもめっちゃいい匂いやって、これ買ってなかったら買ってたと思うっていうぐらいいい匂いやったから、金木犀の香りが好きな方はねよかったら見てみてください。やっぱり金木犀系はねいろいろあった。アロマオイルとかもあった。お次スリッパ買って、めっちゃ可愛くないこの色。スリッパはね履き倒して毎年新しいものを買うみたいな感じなんですけど、ユニクロでね買うことが多かったんよ。ユニクロもこういうモコモコのスリッパ2年連続ぐらい出てたっけな。それをね履いてたんやけど、無印のやつ色可愛くないと思って買ってきました。他の色も可愛かった。このスリッパこちら私は L サイズにしました。 L サイズで25から 26.5 センチ用って書いてあって、私足のサイズ 4.5 ぐらいやから、そこに靴下履くってなったら M じゃちっちゃいと思って L にしたんやけど、今日ね見てモコモコの靴下を履いてまして、その状態で L ぴったりじゃない。そうやなぴったりや L サイズ良い。そしてねこれ何が嬉しいって、中の部分までねモコモコなんよ。そしてこれはクッション性の良いインソールを使用しましたって書かれてるんですけど、ここのインソール部分がね結構厚みがあって、床の冷えを伝えない足に多分。え、めっちゃいいわ。めちゃくちゃ軽いし、スリッパ。ほんで、すっぽ抜けたりしないですね、これは。色も可愛いし。で、買ってよかった。ボコボコのスリッパ、お探しな方、ぜひ見てみて。で、あったかアイテムも結構買ってきてまして。見てこれ！ふわふわの靴下買ってきた。ボアフリースルームソックス。カラーはラベンダーにしました。足のサイズが23から25センチって書いてんねんけど、普通の靴下履いてさらにこれ履こうとしてんねんけど、いけるかな？足を冷やさないよ。表面と裏面をボア仕様にしました。暖かく柔らかな肌触りです。めちゃくちゃ柔らかいです。ちゃんと靴下の形になってる。ちゃんと靴下の形になってるって感想何？なんていうのこのかかとの形とかしっかりしてんなと思って出てきた感想です。モケモケの抜け感もねそんなないですね。あー振り回しても毛抜けへんな。あったかい。え、もう早速こっち履いとこ。いいですやんこの靴下。で、あとこれおすすめしたいあったかアイテムね、こちらです。あったか綿レギンス。結構ねお肌が弱いのでインナー系はできるだけ綿で探してて、無印ね綿のものが多いからお世話になってるんですけど、これあったかいです。私今日履いててさ、早速履いてみてんけど今日ちょっと寒かったから、ほんならねあったかくって柔らかくって、これ履き心地良い。サイズは XL にしてる。 XL でヒップ98から104。お尻がねほんとでかいので私。そう XL にしたんやけど、 XL で正解やった。ブカッてするっていうよりやっぱりレギンスやから若干こうピタッとしてるので、ゆったり履きたいなって方はワンサイズ上げてもいいかも。今回私これ黒買ってるけど、私が今履いてるのはグレーです。なんかねこのあったか系が色々出てて、同じシリーズのこのねトップスも買ってきました。あったか面クルーネック長袖 T シャツ、サイズは L サイズ。あ、ちなみにねさっきのレギンスは 100% 綿じゃなくって綿 94% でポリウレタンが 6% って書いてました。でこっちは綿が 100% や。ありがてー。 L サイ
イズでぴったりぐらいかな、うん、でこれのタートルネックもあって買ってきた。はい、こちらあったか麺厚手タートルネック長袖 T シャツ L サイズお後ろにしました。でこちらも綿が 100%。 あ、いい。そう、首がねスースーするとやってられへんから、寝る時もタートルネックとか着たりとか、部屋でもねタートルネックをよく着てるんですよ冬場。なのでこれはまためちゃくちゃ着る、洗い替え用で2着目3着目買いに行ってるかも。綿 100% なのがありがたすぎます。この辺のあったかアイテムも気になったら見てみてください。マジでよかった。あとねこれを買いました、バックインバッグ。このね縦型アイボリー A4 サイズっていうのを今回買ってきたんやけど、前横長のやつを使ってて、バックインバッグ、私荷物が本当に多い人なのでバッグの中でねとっちらかんのよ。それを私も整理したいと思い今回縦長用を買ってきました。これトートバッグサイズじゃない。横長のやつはおたかつとかで使ってて、板場とかにね入れて使っててかなりスッキリするし出しやすくってめちゃくちゃいいなって思ってたアイテムやったから、縦長サイズもあるんやっていうのを知って買ってみた。カラーは他にグレーとブラックかなやと思う。これ、あ、ここねボタンついてる。がっつり下まで開くってわけじゃないけど、ここだけねこんな感じで開けます。あーいいや、荷物も出し入れしやすいね。めっちゃポケットあるわ。まずこれ外側なんですけど、ここに1個あって、ほんでここ真ん中で仕切られてるポケット、まあ、2つねついてます。そしてまあ反対面はついてへんねんけど、はい、中1、2、3かな、ここもポケットがついてますね。で最後ここメインに出し入れできる大きなポケットが1つみたいな。うわぴったりやんよ。これたくさん使っていきます、お世話になります。お宅の収納アイテムちょっと最後にして、さっき食べ物をご紹介させてください。うん、これ新商品で気になって買ってきました。食べます。ゾロイバームホワイトチョコがけいちご、絶対美味しいやん。いちごバームにホワイトチョコをかけています、絶対美味しいやん。ちょっと一口だけ食べるわ、あとはちまちま食べることにする。見てください、ここの表面にねホワイトチョコがかかってる、美味しい。そう、いただきます。美味しすぎるかも。うん、ちょっと一口だけ食べるわ、あとはちまちま食べることにする。あとはちまちま食べることにする。本当に美味しかったです。そしてお次はこちらです、ノンフライお米のスナックボリボリスティックガーリック味。これがもう本当に美味しい。ちょっと甘いもん食べたからさ、次しょっぱいもん食べたくなってんね。こんな感じのやつが入ってるんですけど、いただきます。ガーリックの味がね効いてて本当に美味しいんですよ。ちょっと持って帰ってくんのに失敗したかな、若干折れてんねんけど。こんなに入ってます。これねブラックペッパー味もあるので、ガーリックがねあんまり得意じゃないよって方はブラックペッパー見てみてください。でまたまたお米のスナック、パリパリチップス梅味、前も買って美味しかったから待って買っていた。見て、結構いっぱい入ってる、結構いっぱい入ってるよな。ほんまに美味しい。これも甘じょっぱい感じでほのかに香る梅味っていうのがね美味しいんです。あとはカレー、無印行ったら絶対カレー買っちゃう。基本どのカレーも美味しいよね無印。素材の旨味が溶け込んだ野菜のカレー3袋入ってるやつを買ってきました。カレーねあんま辛すぎない方が好きなので、辛さレベル優しめのものを買いました。無印のカレーほんまに美味しいよな。この美味しさのカレーがこの値段で食べれるんやって思うとね、なんかお得感あるから結構買っちゃうんですけど、一人暮らしの味方です。自炊したくない時はカレーに助けられております。あと初めて見た美味しそうなものを買ってきました。まずこちら、麺にかける和風だしのカルボナーラスープ。え、和風だしのカルボナーラスープと思って、うどんにねこれ多分かけてると思うねんけど、めっちゃ美味しそうじゃない。カツオ、昆布など4種類のだしにチーズと生クリームを加え、優しいカルボナーラの味に仕上げました。だしの旨味と風味が特徴のスープですって書いてる。もうなんかこれ見るだけでさ食欲そそられると思って。お米にかけてさリゾットみたいなのにしても美味しそうやんね。これ食べるの楽しみ。あとはこちら、煮込んで作るスープパスタの素。見てこれ、サーモンとマスカルポーネクリーム。なんかクリーム系美味しいじゃないですか。だからクリーム系買ってきちゃった。鍋に本品一袋と牛乳水を入れよくかき混ぜ中火にかけます。牛乳も水もいるんや。で何人前？あ、1人前や。スープパスタやから牛乳と水がいるんかな。これだけじゃ作れないです、牛乳と水がいるっていう
うのね、後ろに書いてるのでお気をつけください。でもこれも美味しそう。マスカルポーネチーズのまろやかなスープにサーモンとディルを加え、ディルってなんや、風味よく仕上げました。だそうです。ディルってなんだろう。美味しそうなのがねいっぱい出てて、食べ物コーナーときめきが止まらなかったですね。あとは紫芋ラテを買ってきた。紫芋とかさ、今時期かなと思うんですけど、こういうのね見たらね食べたくなっちゃう。季節限定なので、紫芋好きな方はぜひ見てみてください。無印の食べ物って何でも美味しい。というわけでね、食べ物の誘惑、まあ、これぐらいで抑えましたという感じですかね。あと買ってきたのは収納アイテムです。これはねグッズ収納で使ってるアイテムをまた買ってきました。これです。これポリプロピレンファイルボックススタンダードホワイトグレー A4 用。こちらサイズが約幅25、奥行き32、高さが24センチ。何に使ってるかっていうと、私アクリルスタンドとかもねよく集めるんですけど、結構大きめのアクスタを収納するのに悩んどって、なんかないかな、できれば無印良品で揃えたいなって思ってて、だいたい無印の収納アイテム使ってるから。でところあこれ入れんのいいかもなと思って買ってみて、大きめのアクスタを入れて、ほんならねめちゃくちゃ良かったからまた買ってきました。これはちょっとでかすぎるなって方は、だいたいね半分ぐらいのサイズもあるので、これはでかいから場所は取るねんけど、えでも良かった、ちょっと持ってくるわ。ということでここにアクスタを入れています。開けます。はい、こんな感じです。どうでしょうか。仕切りとかがないから、もうなんかうまいこと組み合わせて入れてるんやけど、こういうでかいアクスタたちをこうやってね入れてるわけなんですけど、あとはこういう高さのやつはこう入れてる。ちょっと見えにくいか。こういう感じで入れてる。あとはなんかアートボード、キャンバスアートボードとかもちょうどいいサイズのやつはここに入れてます。まあアクスタだけに限らず、ちょい大きめのなんかグッズはここに入れてます。こんな感じで。これはキャスターをつけようと思ってキャスターを買ってきました。こちら収納用キャスター、これはあの無印良品のね、まあ、このシリーズと同じポリプロピレンの引き出し、あれでも使えるキャスターで、まあ、よく使ってるんですけど、これにも使えるということで、まあこれはどうやって使うかっていうと、この蓋に取り付けるらしくって、ここのねケースの底にはキャスター取り付けるやつが付いてないから、どこかと思ったらこれが蓋なんですよ。蓋幅25センチ用、上にキャスターも付けられるって書いてて、これのね裏面ここにキャスターが付けられるようになってます。なのでここに付けます。これをグッと押し込む。四隅にキャスターを取り付けて、こんな感じで今テープ貼ったままにしちゃうけど、乗せればいいってことなんやろ。はい、おーいいやん。え大丈夫かな、結構重たいけど耐えてくれるか。やっぱ無印しっかりしてるから、割と重たいもんとかたくさん収納してても曲がったりするイメージない。お弱い。あこれでまたビッグアクスタとかがね入れれますね。ということで私の大きめのアクスタ系の収納事情でございました。最近はねこれに入れてます。あとはですね、何を買ってきたかっていうと、バインダー。やっぱ無印のバインダーがしっかりしててお気に入りって話ね。ポリプロピレンバインダー A430 穴、こちらお値段が590円やったかな。 A430 穴のワイド用っていうバインダーもあるんやけど、そっちがね890円すんのよ。私的にはこっちで十分やなって思ってて、ワイド用はちょっとだけねサイズがでかいよ。このバインダーやとちょっと飛び出しちゃうリフィルとかもあって、だから自分が何を収納するかによってワイド用なのか普通のバインダーの方なのか使い分けたらいいのかなって思ってます。私はこっちのやつをよく使ってますっていうのを買ってきた。そしてあとはリフィル、ポケットが選べるシリーズ専用リフィル、 A4 ワイド用のあのこのなんていうの、薄いリフィルじゃなくって390円の方のビニールのね厚めのリフィルを買ってきました。これは A5 サイズのものが入る2ポケットのやつ。アクスタとかね結構収納できるので、しかもこれはビニールやからめっちゃしっかりしてて、そしてなんて言ってもこのビニールが高透明なんよね。裏はねこんな感じで半透明やねんけど、表はねかなり高透明なので、お気に入りのアクスタはこれに収納したりしてます。やっぱねこのリフィルは A4 サイズワイド用のバインダー専用ですって書いてあんねんけど、そうだからねこっちのバインダーに挟むと若干飛び出すのよね上が。これが嫌な方はワイ
ド用の方がいいんかなって思います。私は気にせずこれ使ってます。そしてあとはよく使うのがこれですね。同じく専用リフィル A4 ワイド用4ポケットのやつ、はがきサイズが4つ収納できますよってやつで、これはショート動画でも出してんねんけど、1回開けたアクスタとかジャンプショップで販売されてるバースデージオラマとか、それがもうほんとぴったり入るサイズ感なので、コレクションにめちゃくちゃいいなと思って、まあ、ちょこちょこ買っててんけど、今回 10% オフになるってことで5枚ぐらい買ってきました。これはマジで良い。これこんな感じでリフィルを挟んでみたんですけど、ちょっとだけ飛び出るかなぐらい、でもなんかもう気にせず私は挟んでます。そして上もね、まあこんなぐらい飛び出てるかなって感じ。やっぱこうやってファイルに綺麗に収納すると、あのなんていうんやろ、見返した時にも楽しいし、なんかねいいよね、こうやって眺めてさ幸せな気持ちになれるしさ。これはジャンプショップのバースデージオラマたちなんですけど、こんな感じで入れてます。いや本当にありがとう、このリフィルを出してくれて、そしてこんなにね綺麗に見える高透明にしてくれてありがとうって感じです。まあそんな感じですかね、私の無印良品の購入品は。ちょっとね、私あの1個買われへんものがあって、無印に蒸し器せいろ売ってるっていうの見て、私も温野菜作ろうと思ってさ蒸し器探しに行ってんけどなくって、またそれは無印週間中に買えたらいいなって思ってるアイテムです。あるかな、みんなは無印良品週間何が買いましたか、何が買いますか。いいお買い物ができますように。バームクーヘン美味しすぎたな、不揃いバームがちょっと忘れられない、マジで忘れられへんあの味が。ということで今日はここで終わりにしようと思います。何この終わり方。今日見ていただきありがとうございました。ほなまたね、バイバーイ。